こんにちは、田中美香です。しばらくお着替えのコーナーをサボっていたので、今日はお着替えというか私服紹介をしたいと思います。いや、もう秋になってすっかり寒くなってきて、夜もなので、もうね、こういう長袖とかの羽織れるやつとか着たりしてますね。これは今日着てるのは特にお気に入りの、2年前ぐらいからもうずっと着てる、入れた方が可愛いかもしれない。そう、ずっと着てるんだけど、僕は結構毛玉とかできてきちゃってるんだけど、お気に入りの、なんだろう、長袖シャツです。すごいこれ使い回しよくて、にでも合うからめっちゃお気に入りのものでございます。はい、可愛いでしょ、秋のぴったりな。で、この、はい、みんな知りたいかな、それで何を巻いてる、してつけておるかと言いますと、はい、中身は割と、はい、派手めなものが好きで、でもさ、下着とかもあんまりなんか締め付けとかになるから、本当はなんかつけない方がいいんじゃないかって思ってるんだよね。よいしょ、こんな感じで。いや、なんか本当に寒い日と暑い日バラバラだよね。寒い日はすごい寒いしさ、最近は。じゃん、よか、はい、こんな感じで、いい日なんです。まさかこんな明るいやつつけてるとはっていう感じ。はい、まあこんな感じで、まあ、やっぱ楽ですね、つけない方が。でもやっぱつけないと垂れちゃうとかってあるんですかね。まあ、こんな感じで、はい、じゃん。まあでもそんな体にピタッとなりすぎずで、とっても着心地が良いですね。スカートなんかと合わせて、とてもね、女の子らしい感じになっております。いや、そうだね、秋ね、寒く、すぐ寒くなっちゃうからさ、なんかこのこれで外に出れる時ぐらいにさ、なんかいろいろ観光したり、観光っていうかね、もみじとかイチョウとか見に行ったりしたいよね。まあそんなこんなで、今日は私服紹介をしてみました。どうだったかな、みんなどんな服着てんの。はい、でまたもうちょっと寒くなったら、なんかまた別のセーターとか紹介したいなって思います。まあ服の数そんなに多くないんだけどね。はい、ということで今日もありがとうございました。よいしょ、にゃーにゃー。ちょっと今おねんぶさんですかね、ちくいさんくん。くっそ、くっさい、めちゃくさい。それじゃあなんかおならしたかもしれない。じゃあまた、寒いので体調などに気をつけて、バイバーイ。